日本プロマージャン連盟第41期鳳凰戦 A1 リーグ、今週は第14節イタクの試合が行われました。イタクは白鳥プロ、前田プロ、ワクツプロ、古川プロの試合が行われ、白鳥プロが2トップにいらすながらも素点を稼いで1番スコアを伸ばしました。暫定2位の前田プロと4位のワクツプロはスコアを大きく崩すことなく微減で順位を守っています。一方、ベテランの古川プロは4回戦目に脳天リーチをしてしまい、ペナルチとしてマイナス20ポイントとなっています。暫定順位はこのようになって、白鳥プロが決定戦をほぼほぼ確定させました。前田プロはポイント的に最終卓がほぼ確定、ワクツプロは他の日と次第ですが、逆転するためにはなんとか直接対決を実現したいところです。試合後に白鳥プロとワクツプロは次のようにコメントしています。白鳥くん、誰のおかげで勝ってると思ってるの？僕がやるといつもすごいのよ。本当に今日は全然勝ったんですけど、めちゃくちゃ下手だなと会長の怒りの声が聞こえます。ポイント状況を考えて押し引きをどうするかずっと考えてたんですけど、1回戦目にバガって言ったのに、点数持ったら一層打ちたくなくて止めちゃったり、泣くところと泣かなくていいところと、行かなくていいのに親にぶつけまくって放獣してみたいな。さすがに 99% 大丈夫だと思うので、最終節もしっかり打って決定戦行きたいな。40プラスできればなんとかと思ってたんですけど、最初の古川さんの仕掛けにダブトン打ってしまった曲、役が作れなくてリーチになってしまって、そこからチャラにしたかったんですけど、ちょっと戻せなくて、このまま終わりたくないんで、あと1回頑張って決定戦行きたいと思います。ただ最初の2回で33点何歩沈んでたんで、それよりはチャンスが残ったなと思っているので、あと1回応援よろしくお願いします。日本プロマージャン連盟第19期女流王家 A リーグ、今週は第7節 D 卓の試合が行われました。 D 卓は中田プロが2トップの全連帯で1番スコアを伸ばしました。 M リーガーの高宮プロも2トップのラスなしでスコアを伸ばしました。残留に向けて大きくポイントを稼ぎたかった菅原プロは全逆連帯で厳しい結果となりました。暫定順位はこのようになって、中田プロと高宮プロが順位を上げています。第7節を消化したことで、鈴木プロ、姫川プロ、菅原プロの降級が確定しました。そして伊達プロが入れ替え戦に回る形になっています。試合後に高宮プロと菅原プロは次のようにコメントしています。やっぱり後で打てる方がいいなというのがあったので、でも目指すってのはできないじゃないですか。だからすごく離れた2着を目指すか、難しかったら3位がいいなと4回戦は思ってたんですけど、ヤンゾー短期高いって思って、あとは浮きたいなと思って、プレーオフはまた条件戦なので痺れる戦いになると思うんですけど、しっかり準備して臨みたいと思います。初戦からラス引いてきついなと思ってたんですけど、ポイントだけに最終節を迎えるにあたって結構条件が必要な、できる限りはやろうと思ってたんですけど、最終戦5枚目は上がってもよかったかもしれないですね。チャレンジしないと7万点、8万点必要だったんで、まあ死ぬわけじゃないんで、降級してもまた B リーグで戻ってこれるように頑張っていきたいと思います。最高位戦日本プロマージャン協会第49期最高位戦 A1 リーグ、最高位戦 A1 リーグは最終節までの日程が終わっています。最高位決定戦の1日目は11月3日の予定となっています。最高位戦日本プロマージャン協会第24期最高位戦女流 A リーグ、最高位戦女流 A リーグは最終節までの日程が終わっています。プレーオフファーストステージは11月9日の予定となっています。日本プロマージャン協会第23期ジャン王決定戦、今週は試合がなく、次回は12月7日の予定となっています。日本プロマージャン協会第23期女流ジャン王戦 A リーグ、今週は最終節となる第8節の試合が一斉に行われました。
女流ジャン王決定戦に進出したのは奥村プロ、夏目プロ、住川プロ、凛のプロとなりました。奥村プロと住川プロと凛のプロは前期に続いて連続での決定戦進出となっています。女流ジャン王決定戦の1日目は12月21日の予定となっています。そして高級となったのは水瀬夏美プロ、さつきプロ、上田プロ、姫川プロとなり、全女流ジャン王の水崎プロはキャプテンで残留となりました。試合後に水口プロとさつきプロは次のようにコメントしています。悔しさもあり、残留と嬉しい気持ちも半分あります。決定戦が近かったという悔しさもあるんですけど、また来年 A リーグで戦えることが嬉しいなという気持ちもあるので前向きな感じです。応援してくれる方がいっぱいいるのであれば嬉しいです。それぞれ応援している方が違うので見てる方も複雑な気持ちだと思うんですけど、応援してくれる方がいるならありがとうございました。来年も頑張ります。今日3回戦目の抜け番に入る前に大きくやらかしてしまったなとすごく反省していて、言いそう上がらなかったんですけど、それやってしまったなと思ってました。それがなかったらなかったかも。でも最後の半チャンもなかったかも。最後の半チャンすごくたくさん上がれたんですけど、2半チャン目とか3半チャン目あまりリーチも実らなかったり、上がりたいやつが暴れなかったと思いました。今季を通してはやっぱりリーチが実らない展開があったりとか、ただそれだけじゃなくて自分でやってしまったと思っています。ただ私残留できると思ってたんだよね。残留するぞと思ってて、朝も気分よく起きて、昨日もしっかり寝れて、なんか気負ってるとかもなくて、最終節放送になったのがすごく嬉しくて、今日一番面白そうなタクだなと思ってたので楽しみにやってきたんですけど、結果は楽しくはなかったですね。あとなんだろう、最後の半チャンだけすごく上がれて、水口さんからリーチ一発上がって、水口さんとは個人的にすごく仲が良くて、水口さんの決定戦を消しちゃったなって思って、なんか寂しいって思って、だから私この条件6万2100点目指したいなって頑張ろうと思ったんですけど、結果私もダメで、 A リーグにいるみんなすごく好きなんですけど、特にプライベートでも水口さんとすごく仲良くしているので寂しい気持ちになりました。麻雀私とても好きで、好きなんですけど下手のところもたくさんあって、でも好きなだけじゃ別に勝てるわけじゃなく、そうだあれよ、私 A リーグ9年目で1回も落ちたことがなく、大崎さんが産休している期間を抜くと私と大崎さんが9年ってこないだ知って、来年も打てたら10年目だねって思ってたんですけど、入会してから初めて女流ジャン王戦高級したなって感じで、春までに頑張って勉強していこうと思います。配信ないんだよね、なんかまとまりないんですけど、私はいつもこんな感じなので、再来年は必ず会えるように一生懸命勉強したいなと思います。 RMU 第16期霊笑維泉 A1 リーグ。霊笑維泉 A1 リーグは最終節までの日程が終わっています。霊笑維決定戦の1日目は1月26日の予定となっています。麻雀連合第22期昇王決定戦。今週は昇王決定戦の第1節の試合が行われました。現昇王のムクプロが3トップで連覇に向けて好スタートを切りました。永世昇王の押田プロは 3-3-2-3 とトップが取れずにマイナススタートになりました。試合後にムクプロと押田プロは次のようにコメントしています。今日は1日かなりついてて、もちろんこれだけじゃ決まらないんで、でもまあ恵まれてる時にプラスできてよかったなと思っています。まあ3回戦は自分らしいラスかなという感じで、他の人だったらラスじゃなかったかもしれませんが、いつも通りやって打ったラスなので仕方ないと思って切り替えました。トイトイの天杯の時にこれまた数万個積もって優勝したら、数万個ばっか上がってるなって言われそうなので上がらなくていいかなと、笑ラス引いたら上がらせてくれよと思ってました。逆に数万個上がられることもあるので、何点離れても余裕ないと思うので、次節以降気合い入れて頑張ります。トップなしラスなしということで、ラスは助けられた1回あるんですけど、なんかしっくりこなかったですね。今回ムクさんが4分の3、
1回ラスですけど、2勝分のプラスしたんで2日目以降追い上げていこうと思います。ということで今回はここまでとさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価をしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。